昨日ツイッターの方に DM をいただきまして、勉強系のあるサイトで詐欺にあった、ちょっと1万円ね、詐欺にあった子からの相談だったんですけど、でそれをきっかけにちょっと調べてみたんですね、いろいろ。そしたら今そのコロナ時期っていうのもあって、いろんな詐欺が増えてると。なんでちょっとそれについてね、ちょっとお話ししていこうと思います。改めましてどうも、ハイチです。で、まあ、冒頭にも話した子からの相談の、まずそこからいきたいと思うんですけど、でその子はですね、結構前の話なので、実際その子はそのコロナの関係によってサイトに登録してっていう流れではないようなんですが、であと、まあ、そのサイトはここですって言いたいとこなんですけど、その規約とか約款とかの部分でもしかしたらそのグレーゾーンを突かれてる場合もあるので、ちょっとサイトは載せないでおきます。そういうのがあるんだよっていう話しかできなくて申し訳ないんですが、で、まあ、その子もそうなんですけど、今コロナの関係で皆さん勉強の不安もあるじゃないですか。学生のみんなもそうですし、親御さんもそう、保護者の方とか、あとはおじいちゃんおばあちゃんが孫のためにみたいなのも結構あるらしくって、で調べたらですね、ちょいちょい今勉強系のその詐欺サポートしますよ、オンラインサポートします、お金振り込んでくださいみたいな、で振り込んだらすぐサービス切られるみたいなのもちょいちょいあるらしいんですね。なので、まずまあ皆さん自身がね、あの学生自身がなかなかお金ポンって出すことはないかもしれないんですけど、ぜひあのこの動画をね、たまたま見たきっかけでも構わないので、親御さんと実はそういうのがあるらしいよって、だからあんま言うとさ、なんかそんな分かってるわよって言われちゃうかもしれないんで、まあ、サクッとでいいので、なんかあるらしいから気をつけてねってみたいのを言ってあげてください。特におじいちゃんおばあちゃんには一回言ってください。孫のためにっていうワードってもうパワーワードなんですよ。おじいちゃんおばあちゃんからしたら、孫のためになるんだったらいいかしらって、年金のちょっと切り崩せたらいいかしらってなっちゃうので、なのでそういう詐欺があるっていうのをぜひまずね言っておいてください。でそれ以外の部分でもですね、今ニュースとかでも報道されてますが、例えばオレオレ詐欺とか、まあ、今みんながそのお金に困ってる段階なので、まあ、なんかの還付金とか、なんかうまいことねワードをくっつけて、こういうお金が返ってきますからとか、こういう保証がありますから前金でこれだけ入れてください、先にお金払えば後でそれ以上のプラス返ってきますから、そういうのをねうまく歌ってるやつがいっぱいあるらしいです。調べたら結構出てきました。なので、まあこれをね、勉強系以外であれば、学生のみんなはね、そんなもうアンテナなんてそう引っかかんないじゃないですか。いやそんなな関係ないよって思うと思うんですけど、まあ、これはもうおじいちゃんおばあちゃんです、一番は。はい、なので、まあ、この機会にね、多分一緒に住んでないおじいちゃんおばあちゃんも多いと思います。自分も群馬に住んでて福岡です、おじいちゃんおばあちゃんは。なのでこの機会にぜひ一回ですね、おじいちゃんおばあちゃんに電話してあげてください。それはそのなんかそういう詐欺があるから気をつけてねって、その絶対かけないから大丈夫だよっていうの言ってあげるのもそうですし、孫のみんなの声を聞かせてあげるだけでもめちゃくちゃ安心しますから、喜びますから、おじいちゃんおばあちゃん。なのでぜひね、あのこの動画たまたま出会った方でもいいです、いつも見てくださってる方もありがとうございます。ね、たまたま出会った縁なので、これを機に1回ですね、ほんと数分で構わないので、おじいちゃんおばあちゃんに電話してあげてください。で、まあ、詐欺、いろんな詐欺が出てくると思います。これからまだ出てくると思う。本当に人の不安っていうのはですね、めちゃくちゃ判断能力が落ちるんです。いつもはそんな引っかかんないよって思ってる人ほど不安でぐらつきます。なので改めてそういうのがあるんだって、その選択肢というか、そういう先があるんだよねっていうのを頭の中で一個引き出しの中に入れとくだけでも、いざって時のストッパーになりますので、まあ、みんな自身も覚えておいてほしいことなんですが、みんなの周りの人、ご家族とか友達とか、まあ、SNS で言ってもらっても構わない。この動画をね、もうリツイートしてくれたら嬉しいけど、リツイートなんか拡散してくれても嬉しいけど、こういうのがあるらしいから気をつけてねみたいなことを言葉をつけて、ぜひね、その詐欺に引っかからないっていう、そのね、なんか変なことしようとしてるやつのね、手に乗らないっていうのをぜひ広げていってほしいと思います。